そう、今日から活動を再開するんですけれども、していただくんですが、そう、コロナウイルスにかかってしまって、今流行りの、今流行りって言ったらちょっとあれですけど、自分がまさかかかると思ってなかったので、本当にもうファンの方に申し訳ない気持ちでいっぱいでした。私、自分今足を痛めてる状態で、本当に仕事以外外に出てなかったんですよ。だちょっとコンビニ行くぐらい だったから、本当になんかかかったことがすごい怖っ、びっくりしちゃって、自分で「その陽性です」って言われて「え？」みたいな「やえなんで？」と思って、だからまあでも10日、いやもっとあるか、2週間ぐらいちょっと休ませていただいて、こういう状態だったんですけど。いや、コンビニぐらいはさ、誰でも行くくない？あれだよ、コロナのかかってからはもう一切外に出てないんですけど、なんていうの？その仕事以外で、そのコロナにかかる前に、そうやって、なんていうの？コンビニに行ったりとかしてただけなので、そうだからびっくりしました。あ、だからこんな状態でもかかるんだなっていう、すごい怖い。石、もう私最初の5日ぐらいは本当に何の気力もなくて、あ、こういう感じなんだみたいな感じで、でもそう、本当になんか SNS とかも更新してなかったっていうか、できてなかったじゃないですか。それも本当に申し訳ないと思いながら、そう、でももうずっと寝てましたね。めっちゃ不安だった。ずっと不安でした。もう後遺症が残るのと、あと家族にめちゃくちゃ助けられた期間だったなっていうのをめっちゃ改めて感じて、すごい、もう朝昼晩電話かけてくれて、で家にずっと一人でいたので、でも私は幸いなことに高熱が出なかった、出なくて、なんかまだ安定はしてないけど、高熱が出なかったおかげで、そんなだるさとかもあんまりなかったので、でもまだ味覚もないし嗅覚もない状態なので、それがちょっと早く戻ってほしいなって思うのと同時に、お腹が空かないんですよ そう、お腹が空かなくて、だ多分自然とこの期間になんか痩せた気がする そう、でもファンの方がこうインスタのメッセージだったりとか、そのツイッターのこうつぶやいてくれたりだとか、すごい、最初の方は全然見れてなかったんですけど、ちょっと自分が発表される、昨日発表されしていただいたじゃないですか。でその前に発表されたメンバーの日に、もう大丈夫ですよって言われたんですよ。それでそういう感じだったから、で今なんかこうご飯、今日何も食べてない日 だから、食欲と味覚もないから、何をなんか食べてもなんか、なんていうの、何を食べてるのかわからないみたいなとこあって、そうだからなんか、あ、これが一番辛いなって思いました。でもちょっと頑張って食べます。今日は普通に、そう、食べなきゃね。そうだから、そうそキューベポテトさん、そう、マジで食べるって楽しみなんですよ、一つの。それがなくなってるから、もうなんか何もすることなくて、でなんか勉強とかもする気に起きないし、何しようっていう感じで、もうずっと横になって、
なんか自分の家のそのなんていうの、玄関付近に、その今の動きすごい気持ちいい、玄関付近に窓があるんですよ。でそこであの親とか家族が遊びに来てくれたこともあって、あでも言うてそんな痩せてないですよ、そんな痩せてないからちょっとみんなあのあれです、そんなえめっちゃ痩せてねとか言わないでください。そうだからなんかそう家族にあの対面では会えないけど、なんていうのがなんか一つのそのガラスを通して会ってたので、そうこうやって。だからなんか寂しさもあったけど、めっちゃでも寂しかったです。やっぱりなんかファンの人とこう話すこともなくなった期間だったから、しかもなんか私なんて余計にあの足まで怪我してるのに、なんかコロナまでかかるかみたいななんかだから本当についてなかったなって思いますけど、でも本当に保健所の方だったりとかあの医療従事者の方が本当にそう優しくというか、なんていうの、対応してくださって、毎日電話してくださった時もあるし、そのなんかすごいんですよ本当に。ご飯とかも手配してくださったりとか、だからそう、それがすごいあの助けになったし、そうハムちゃんとずっとハムちゃんが、でもなんか調べたらハムちゃんにも移す可能性があるみたいな感じだったから、寝てる間にご飯を用意してお水あげてみたいなしてました。で今ねポンちゃん、上の子っていうか今2匹飼ってて、どっちもあの自分の誕生日のあたりに飼ったんですよ。で1年差なんですけど、ポンちゃんが3年前の私の誕生日付近に飼った子なので、あの飼い始めた子なので、そのもうすぐで、そう寿命がもうね、今お腹とかもうハゲハゲで、もうなんかもう頑張って歩いてて、なんかでも触れないんですよ、その子ビビリだから触らせてくれなくて、私多分5回ぐらいしか触ったことないんですけど、あの3年間でなんかたまたま触っちゃってなんかウェーみたいな、驚かれてみたいなのあるんですけど、そうだから本当にポンちゃんでもすごい長生きなんですよ。だって私がこの家に飼い始めた時って赤ちゃんの状態じゃなかったから、多分もう3年は過ぎてるんですけど、そうだから長生きしてくれて嬉しい。あとなんかベンちゃん、あのもう一個下の子なんですけど、その子はもうこの間脱走してもうめっちゃ大変だったんですよ。なんかカサカサ聞こえるなと思ったら、なんかで見ててこっちのこと、いやいやいや、えって思って、こっちもなんでいんのみたいなでなんかいやバレたみたいな顔してて、で本当にハムスターってすぐ脱走するので、皆さん飼ってる方気をつけてくださいね、すぐ穴開けて脱走するので。なんかお水やりの場所があって、お水やりそうあのこうかけるやつなんですけど、なんかそこのなんか穴があるんですよ、そこをめっちゃかじって出てきてたんですよ。普通にやばいそんな力があのちっちゃいこの、そうやばくない？ちょっとね叱ってやりました、ベンちゃんって言って、でなんかドライフラワーを家に飾ってるんですけど、それを食べてて口の中入れてて、でそのお家小屋戻った後にもう明らかにパンパンだったから、いや絶対なんか食べたじゃんと思って、もう出した瞬間にもう取った、もう全部取りました。ちょっとハムスターは本当にあの脱走しますね。だから広い家とかだと本当に大変だと思う、もう見つからないと思う。
気をつけます私も。そうこの期間にずっと一人だったからなんかもう話し相手がずっと欲しくて、でもなんか思った以上に動けないしみたいな感じだったんですけど、なんかこの期間になんかめっちゃいろんなことをしたんですよ。家の中でなんかそのネイルしたりとか、まあ、普段できないからそのネイルしたりとか、あとメイクを研究したりとかしましたね。なんかそのメイクしてる、でもなんか起きてもうメイクできるような顔面じゃなかったですよ。なんかもうげっそりしててすごい、だからなんか久しぶりにメイクしてみようかなと思って研究したりとか、あとなんだっけ勉強もしたし、ちゃんと勉強もしたし、あとファンの方が教えてくださってた前インスタの質問箱にやった曲のバンドの曲を聞いたりしました。そんな勉強偉い？そんなに偉いですか？いやでもやっぱりなんかワンオクロックが一番なんかいいなって思いました、そのこの期間に。そう大体曲知ってるんですよ。なぜなら兄が好きなので、兄が本当に大ファンでもう昔からそのワンオク好きだからもう大体の曲知ってるんですよ、ずっと聴いてたから兄が。そうだから曲は知ってるんですけど、あのねスミカさん、スミカさんこれさんもういいかとか、あとねあれウーバーワールド聞きました。めっちゃいい曲だった。走れみたいな感じのタイトル私いつもちょっと思い出せないんですけど、ウーバーワールド、絶対言うと思ったみんな、ウーバーイーツ、ウーバーワールドすごい良かったです、聞いて。あとねあれなんだっけ、なんかいろんなの聞いたのでなんかすごい有意義でした。そう趣味が広がったなと思いました。そう須田さん好きだよね。なんか何だったっけな、なんかのなんか好きな曲リストにウーバーめっちゃ入ってますよね。須田さん好きなイメージ、すごい前向きな歌が多いなと思いました。皆さんはこの期間に何人してましたか？この期間って言ったらあれだけど、この期間って私だけの期間じゃん。でも本当にみんなに会いたかったです。だって発売日の前の日、前の日ぐらいイベントあったじゃないですか。それも中止になっちゃったし、トーク会も中止になっちゃったし、東京リベンジャーズ見ましたよ。仕事してたんだみんな、お疲れ様です。いつもお疲れ様です。そうなんかみんながプリマステラ聞いてくれたって書いてあって、なんか YouTube に載ったのがフルじゃなかったんですよね。そうでなんか買って、でも私買ってなくてまだ買えてなくて、で
フルも見たんですけど、その1回しか見てなくて、で見ようと思ったらフル上がってなくて、あれって思って、でApple Music に入ってるので、その Apple Music からフルが見れたので見ました。はい。みんな出ましたか、生写真。なんかみんながこう、あれプリマステのオフショットありますか。あります。もう本当にたくさんあるので載せますし、ちょっと遅れますけど、あれね、あれ、あの頃の君を見つけたの、なんていうの、オフショットもあるので、ちびきできたって言ってる。そう、あれ結構さ、なんていうの、ランダムだからさ、みんな当たってるかなと思ったけど、なんか結構さ、みんな当たってたね。見てました、プリマステラで調べてた。また載せます。プリマステラの衣装めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いよね。なんかあれ、私アイリタンとかな、アイリタンとなんか反対っていうかな、なんていうの、新名みたいな、新名っていうかなんていうの、衣装がすごい反転してるみたいな。そう、みんな違くてみんな可愛い。なんかさ、曲めっちゃ好きなんですよ、プリマステラの曲ってさ。その何言おうとしたんだっけ忘れちゃった。でも私本当に今自分でも思ったんですけど、声がめっちゃ自分だ。なんか私コロナかかって7日目ぐらいまでずっと声違くて、なんかもう鼻声のなんかみたいな声してて、本当にやばかったんですよ。だから嬉しい。相変わらずここのクマはあるけど、これは治らないのかな。声違った、めっちゃね、なんかハスキーだったそう、まあ完全に私の声、あ、よかった、嬉しい。あやかの見てみようが絶妙におかしい。見てみよう、まだ見てないからな、見てみよう夕方のキックが好き。キックって何、キックって何いましたの声たくさん聞く。あ、確かに、だって6人だからめっちゃ聞こえるでしょ。なんか自分もね、あのね、その曲聞いてて、あ、ちゃんと入れましたよ、聞いて、なんか自分の声めっちゃするなって思って。あとアイリタの声がねよく聞こえるね。アイリタの声も大好きだから、歌うまいし、みんなの普段だったらさ、その4人とかだとさ、まあ聞こえるけど、なんかなんていうのかなみたいな、ちょっと不安なとこあるじゃないですか。その不安がなくなりましたよね。あゆうかでね、新名だったから、そう、あゆうか好きって言ってくれる方は好きなんじゃないでしょうか私も嬉しかった。でなんか2人でこう撮影してる時に、2人でリップシーンだったので、2人でリップシーンなんて本当に初めてだったからめっちゃ嬉しかったんですけど、なんか私めっちゃあゆかぴょんの方見てんのに全然見てくれなくてでなんか見たと思ったら私が見てないみたいな。そうだから、ちょっとあゆかぴょんこっち見てほしかったなあゆかでこう新芽の曲ができたのも嬉しかったし、その一番の A メロから歌わせてもらってるんですけど、そう、それも嬉しかったし、あとね、この間その自分あのちょうどコロナ期間だったので、
あの発信できなかったんですけど、プレイリストもあいかぴょんがそのいて、そのもう嬉しすぎて LINE して、一緒だねって LINE して、すごい嬉しかったんですよ。一緒にいれるっていうのがすごい嬉しくて、そうで、あのずっと一緒にいました、その撮影の時も。席もずっと隣だったし、めっちゃ嬉しかった。アイカピョンの努力がもっと報われてほしいなって思いました。マジでいい子、なんかめっちゃいい子。そう、しかもなんかそのコロナ期間もほののもそうだし、アイカもそうだし、二人ともめっちゃ言う、あ、なんていうの、めっちゃ LINE してくれて、そう、大丈夫って言ってくれて、ほののもさ隔離してたからさ、そうきっと多分時間もねあっただろうし何目線や間違いない、もう親かな、親じゃない、なんかね、なんだろうね、あるかぴょん、でも一応年下なんですよ。そう、一応年下だから、まあ、お姉ちゃんみたいな感じはねあるんじゃないでしょうかこの曲を初めて聴いた時どうだった？え、なんかリズム取りづらって思ったけど正直な話ね。でもすぐ覚えましたよ、すぐ覚えた、いい曲。なんかそのサビじゃなくてサビの終わりがめっちゃ好きで、あのさあこの動物園二人で返す色、そこがめっちゃ好きで、そこのリズムがめっちゃ好きで、そうとかめっちゃいい。なんかね、本当は最初はなんかね違う感じのテーマだったんですよ、その雨とかそういう感じではなくて、でそれが前日ぐらいに変わったのかな。そうで、だからなんか気持ち的にはもう最初のそのテーマで言ってたから、自分もあ、そういう感じなんだろうなと思ってたらなんか全然変わっててそう、でもどっちもすごい良かったけど、いやでもすごいなんかこの雨の蓄積的に晴れてめっちゃ良くない、爽やかだし、なんか私たちにしかできない魅力が出せるんじゃないかなと思って嬉しかったのと、あとあの日なんか私眉毛描く、なんか眉毛自分で描いたんですけど、なんか眉マスカラをめっちゃ明るい色使っちゃって、なんか眉毛ないみたいな人になってて、それがちょっとね、あのそうだからこの期間に眉毛めっちゃ練習した。眉毛って難しいですね、描くのめっちゃ難しかった。みんなでも聞いてくれてたね、ありがとうございます。もうでもさ、私夏感じれずに終わったんですよ。だってもう終わりましたよね、夏9月でしょ、もう暑くないし。そう、なんか夏服とかもなんか、まあ、買ってはないです、全然買ってなかったそう、みんな口ずさんでるんだありがとうございます、嬉しい。でも9月ってことはもう10月いって11月誕生日だから、やばいよね。てかまだ出されてないのかな、私浴衣のなんか撮影した時に、今年ですよ、今年の5月ぐらい、わかんない、6月ぐらいかな、浴衣の撮影したんですけど、なんかまだどこにも出されてないのかな。だからなんか載せれなくて、もうなんか夏終わっちゃったので、多分10月ぐらいに浴衣の写真出しますそう、ネタバレしたらちょっとある、え、出てる、嘘、出てるの、あ、生誕 T シャツ、あ、そう生誕 T シャツも出てましたね。生誕 T シャツね、聞いてほしいんですよ、そう聞いてほしいことがあって、生誕 T シャツあのね、裏にさいろんな記号書いてるんですけど、2016年の12月20って書いてるのがあって、自分間違えたんですよ。え、もうあ、須田さんがツイートした。あとでちょっといいねします。はい。聞いてほしいよ。本当に間違えちゃったの。
なんか多分2015年の初アンダーの日が12月20日で、2016年の11月20日が昇格した日なんですよ。それが混ざってしまった。だからもうなんか2つの意味が込められてるっていう定義にする。 本当にやばい。 あれ見た時に私、あ、マジ？って思って、なんか気づいてなかったんですよ。で、なんか自分で改めて見た時に1年違うなと思って。 正確には昇格の日にしたんですよ。そう、まあ初アンダーの日も結構でも、そう、人生全く意味のない日にしてしまった。 なんかみんなちょっとね、許してください。 そういう思い出もね、込められてるあの T シャツってことで、本当にあれ全部一から全部自分が作ったんですよ。でも楽しかった。めっちゃセンス良くないですか？ 自分で言うのもあれだけど、オンリーカタンウィンズみたいな、あれもなんかパッと思いついて、そうで、なんか本当は家族と一緒に考える予定だったんですけど、なんか全然、実はなんか多分みんな忙しかったんですよ。そうだから自分でこう考えてて、自分って何があるんだろうと思った時に、本当にえのきとハムスターしかなくて、なんかトランペットも入れようかなと思ったんですけど、なんかトランペットもなあと思って、いやでもトランペットでもよかったな、まあいっか。で カタンしか、カタン流行ってるから今、何々しかカタンみたいな流行ってるじゃないですか。そうだからもうそれをもうカタンしかカタンにしようと思って、え、いいよね、私もいいと思いました。 しかもなんかいいフォントも見つけたし、そうだからよかったんじゃないかなと思いましたね。許してください、間違えたのは。あ、もう間違えちゃってるじゃんぐらいで、そう、めっちゃ元気だね自分、めっちゃ元気なんですよ。そう、こうやってみんなとこう話してるのがすごい嬉しいです。なんかめっちゃ久しぶりに話しません？私たち。黒は意外だった。そう、私いつもでも黒と白、黒が好きなので、黒と白って一番使いやすくないですか？元気で安心しました。ありがとうございます。え、でもき、あ、なんか、あのね、鼻、鼻、鼻じゃない、鼻じゃない、なんだっけ、肌、そう。鼻と肌、間違いない、やばい。肌がめっちゃ荒れちゃって、一時期。なんかもうやばかったんですよ。もうこの辺がもう荒れちゃって、すごかったんですけど、そう、鼻高く見える。嘘、そんなじゃないですか、全然変わってない。 逆になんかちょっと、なんか自分の顔全然見てなかったんですよ。もう最初の5日とかもう全然見てなかったです。ずっと寝てた。寝てるか、届くご飯を楽しみにしてるか。そう、でも届くご飯もさ、めっちゃ美味しそうなのばっかなのに味がしないから、もうちょっとそれが良くないですよね。そう、早く美味しいもの食べたいです。でもなんかまだファンの方がこう いてくれてるっていうのがすごい嬉しいですね。なんかこうショールームやるよって言ったらコメントしてくれるし、みんななんかこう、じゃあ知ってる方もめっちゃたくさんいるから、ヤッホー。だからまだ10日しか経ってないのにこういうの思うのもあれだけど、 休養終わりみたいになってるけど、まあでも休養終わりか、これみんながちょっとまだ、なんていうの、ずっとさ待っててくれてたのが嬉しかったです。どうしよう、これでもう誰もいなくなっちゃったらって思ったけど、嬉しい。
ありがとうございます。でも今この期間 SKE コロナかかってる子が結構多いじゃないですか。だからあの多分みんなも SKE そう発売日とこう被ってたくさんのメンバーがコロナかかってしまったので、なんかそれがすごいファンの方もきっとちょっと寂しかったと思うから、あのこう無事って言ったらなんだけど、あの戻ったってことがあの嬉しいです。そう、アリタン嬉しすぎてショールーム3時間やってた3時間やってたの。でも私も結構今長い間やってますよね。みんなと話したいですね。こうあのいろいろ中止になっちゃったじゃないですか。そうワクチンね、あのそうなんですよね。自分がコロナかかった日に行くつもりだったんですよ、ワクチン。でもいやちょっと様子がおかしいってなって、その PCR 受けたので、ニチレ東区会、そうね、埼玉もう、そうだからまだ打ててないんですよ。でもまだちょっと治りたてだからまだ打たない方がいいかなっていう感じで、10月またトーク会ありますから、その日時には皆さんに会えるように、ちょっと私も一回かかってしまったのでもう本当にショックだったんですよ。だからあの10月会えてるように引き続き頑張ります。みんな見てくれてありがとうございました。ちょっとまたあのショールームするので見てくださいこうみんなが元気なのをリアルタイムで見れてよかったです。嬉しかった。ではまた。ちょっとスクショタイム。これなんかさ、フィルターかかってないですか？なんかこのこれなんだこれ。エフェクト。これなんかフィルターかかってますよね。明るさ。かかってる滑らかさすごっ。なんか肌が綺麗だなって思っていつもより、イエイ。じゃあやっぱ私も気になるんだよね、上のこのイエイピースしかできないなんかもうすることないや。なんかね、自撮りも全然してないので、そこの後します。みんな見てくれてありがとうございました。ちょっとあの、だいぶ、あの、やば、すっぱい。ごめんなさい。みんなまたやりますので、見に来てください。いた。バイバーイ。